2023年最後の動画になります。年初にはクロコダイルの爪でねクッて引っかかれたようなこのデザイン、クロコダイルスカーですよね。池田工芸のオリジナルスニーカー、今までにないものっていうのを作り上げて皆さんにご紹介したりとか、墨染めと言われるねすごくかっこいいねクロコダイルを皆さんにご紹介できたりとか、わがままで、まあ、日本有数のねジュエリー工房さんにご協力いただいてオールシルバー、さらにダイヤモンドを埋め込んだもの開発をさせていただきました。また2024年もねいろいろと皆さんに製品をねご紹介していけたらなと思います。皆さんこちらクロコダイル池田社長です。今回の動画はねこの2023年今回が最後の動画になります。この1年間ねいろんな製品開発してご紹介してきました。そういうものをね振り返りながらまた来年に向けてのね抱負もお伝えさせていただければなと思います。僕も年齢を重ねるごとに1年1年すごく早く感じるんですけど、今年の年初にはクロコダイルの爪でねクッて引っかかれたようなこのデザイン、クロコダイルスカーですよね。一見ちょっと分かりにくいかもしれないけど感じる方にはすごい刺さるようなそういうデニムをねご紹介したいと思います。池田工芸のオリジナルスニーカーですよね。池田工芸のバッグとか小物を作るね技術を生かしてスニーカーっていうね特殊な技術があるものをさらに僕たちも身につけてミックスさせて作り上げたもの、僕たちとしては今までにないものっていうのを作り上げて皆さんにご紹介したりとか、こちらにあるような墨染めと言われるね通常の染色の方法で染めたものではなくて一枚一枚職人の手で染め上げるというような、さらにすごくかっこいいねクロコダイルを皆さんにご紹介できたりとか、こちらにある生地バト、これはアルチザンクロコシリーズ4色皆さんにご紹介できたりとか、こういうものっていうのは革の場合はね革屋さんであったりとかそういうところと長年ね打ち合わせをしてきながら納得するものができた段階でね皆さんにご紹介してるわけですけれども、何回も失敗を繰り返してね出来上がったものを今年本当にたくさんご紹介できたし、また池田工芸の本業としてねディナーブリーフとかねラウンジトートって言われるね少し小ぶりなんですけれどもオールクロコダイルでお作りした製品であるとか、ショルダートート巾着気味のね製品であるとか、2023年の最後にはねわがままで、まあ、日本有数のねジュエリー工房さんにご協力いただいて、まあ、池田工芸オリジナルのストレート感をオールシルバー、さらにダイヤモンドを埋め込んだもの開発をさせていただきました。僕の趣味に付き合っていただいてねご購入もしていただいてすごく嬉しく思っております。僕たちがものづくりをするっていうことはやはり皆さんにねお持ちいただかないとやっぱり僕たちもできないわけです。だけどすごく幸運なことにいろんな皆さんから評価いただいてねお買い上げいただいて、2024年に向けていろんな研究開発しながら皆さんに感謝しながらね過ごせた、そういう1年だったかなと思います。2024年に向けてねまた新たなものを皆さんに紹介できるように今は動いてます。また2024年もねいろいろと皆さんに製品をねご紹介していけたらなと思います。今年1年を振り返るとね、まあ製品だけではなくて YouTube で皆さんにお見せする内容もちょっとずつ変化させてきました。その中でもこの動画を見た人しか取り付けない裏メニューの製品をねご紹介したりとか、例えば今夜の1本ね、まあ本当に僕の趣味的に1本しかね作らないんだけれどもこんなんどうですかっていう紹介の動画を作ってみたりとか、ちょっとでも皆さんにね継続して見ていただけるようにねちょっといろいろと頑張ってはみたんですけれども、ご視聴いただいている方々からね僕自身が励まされるコメントだったりとか、僕自身のモチベーションにつながるねコミュニケーションをね取っていただいて、僕いい1年だったなと思います。また来年1年頑張っていきたいなと思っております。今年1年もマニアックな動画に、まあそんな世界にお付き合いくださりね本当に1年間ありがとうございました。クロコダイルって言っても、まあ、いろんなものがあるっていうことをこの動画を見て知っていただいたりとかね、でいろんな色があって、まあ、製品によっていろんな表情になるっていうのをこの動画を通じてねいろいろと見ていただけたかなと思います。でまたそういう発信をね来年1年も頑張ってさせていただこうと思います。また来年1年もよろしくお願いいたします。皆さんにとって2024年1年も良い年になりますように、いいお年をお迎えください。